探せろ。海軍大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ちふさがる海軍元帥戦国の姿があった。鍵あるんだ、待ってろ。ルフィ、お前待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしやがって。エース！危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したら。気抜くなルフィ。おう、しますよ。エースさん、ルフィ君。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。